こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出は稼げます。凡人でも大した努力もせず稼げる副業、アマゾン輸出。こちらは、アメリカのアマゾンで、私のサポートを受けて、実践している会員さんの、去年の12月の売上報告。30日間で34,454ドルと。 これ日本円で約380万円。で、このうちの30%が利益なんで、まあ、120万弱。まあこれをね、えー、誰を使うこともなく一人で取り組んで、まあしかも一日仕事時間数時間ですね。そんな数時間だったら8時間とか9時間じゃなくてもっと短い4時間前後。ね。まあ当然自宅でできるんで通勤をする必要もなく、マイペースで取り組んでこれだけの売り上げを上げていらっしゃる会員さんがいます。 他にも22,157ドル、1539ドル、7,669ドル、6,828ドルと、副業で初めて本業にした会員さんもいらっしゃいますし、副業のままでこれだけ稼いでる会員さんもいらっしゃる。まあ、なかなか、まあそのね、稼げますって言って実際取り組んで稼げる副業っていうのはそうそうないんで、 まあそういった中ではアマゾン輸出というのは非常に稼ぎやすいなぜなら日本にはえ物価が高品質なのに安く買えるものがたくさんあふれてると、まあ、日本に生まれたのにアマゾン輸出をしないのは損ですでまあいつ始めるかってことなんですけど、まあ、始めるのは今すぐに始めるのがおすすめです成長の早いアマゾン遅れてスタートすると先行者に追いつくのは難しいです そしてアマゾン輸出にの取り組むのは、上りエスカレーターに乗るようなものです。成長し続けているアマゾン輸出を始めれば、アマゾンと共に成長します。そしてこれから一番稼ぎやすくなるのは、オーストラリアアマゾン。日本製品はオーストラリアで高く売れます。なぜオーストラリアアマゾンがおすすめなのか。1992年から27年間後継機続きのオーストラリア。 オーストラリアの人口の推移、人口も増え続けていると。連日1.55%で人口増加中。オーストラリアの人口は先進国中で最も増加していると。まあ日本と正反対ですね。そしてアマゾン、ね。アマゾンを使っても輸入ビジネスでは稼げません。私も初めは輸入ビジネスに取り組みました。しかし、景気低迷が30年続く日本で稼ぐのは至難の業です。 さらに日本人は品質だけでなく価格、包装、梱包、配送日数、正確さ、アフターサービス、すべての要求が厳しいです。アメリカでは新品で通用する商品が日本では中古どころかゴミとしての価値しかない。そんなざ残念な体験もしました。また輸入ビジネスや背取りで稼げなくて宿泊していた人にアマゾン室を進めて稼げない副業から 稼げる本にに変化して会会社社の社長になった会員さんもも何人もいます世界最高の仕入れ場所、それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。何しろ30年間物価がほぼ,ってほぼ変わっていない国は珍しいです。私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。 しかし、今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上を回って強く実感しています。例えば、私はシドニーに住んでたんですけど、まあ、今も毎年1回はシドニーに行きます。そのシドニー土産、ね、なんと私はシドニーのお土産、オーストラリアワインも日本で買います。なぜなら、これシドニーの酒屋さんのワインの値段、 これ、私の好きなデザートワイン、ノーブルワンっていうワインなんですけど、29.99ドル。一方、日本のイオン、イオンで買った値段、2480円、ね。値段が、なんと、えー、オーストラリアより日本のは安い。微妙に安いです、ねあの。この時は、えー、レートが90円ぐらいだったんでね、えー、約2700円。もうすでに、ね、小売りの時点で安いと。 割引率が高いですからね、日本の場合は。さらに、えー、ニュージーランドワイン。まあ、もちろんね、オーストラリアのワインが、えー、日本の方が安いわけですから、一応輸入してる、ね、あの非常に密接な関係ですけど、あのワインの取引に関してオーストラリアとニュージーランドね。えー、それでも、ねえー、オーストラリアと36.99ドルのワインが2790円。さっきのワイン以上に、えー、もう断然安いという形です。さらに、 オーストラリアで買ったら、日本にね、持ってくるの、重いもの持ってこなきゃいけないし、途中で割れちゃ大変だしと、いろいろ気を使ったり大変なんですけど、なんと日本で買うと、今の日本、あの、先ほどのワイン日本買うと、送料無料で届けてもらえる。オーストラリアとニュージーランドのワイン、オーストラリアで買うと高くて、さらに日本に持ち帰るのも大変。しかし日本で買うと、安く買えて送料無料で自宅に届くと。 こんな国ね、世界中で他に見たことないです。生産国より安くワインが買える国は日本だけ。でフランス産ワインもパリで買うより日本で買った方が安いです。まあ他の国ね、だと、まあ、輸入ワインは生産国の3倍から10倍で売ってるのが普通なんです。まあ、日本も昔はそうでした。昔って言っても、えー、40年ぐらい前は大体、まあ、輸入ワインは高いと。 という感じで旅行行くとね輸入ワインだのウイスキーだのブランデーだのお土産で買ったもんですけど今や日本のが安い海外旅行すると日本の物価の安さを実感しますそんな物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあります例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れていますこれらの商品は実際に売れてる商品ですくっきり二重まぶたにするアイテープ13倍で売れてます 紙粘土2個セット5倍で売れてます。あるいは紙粘土単品10倍で売れてます。紙粘土6個セット3倍で売れてます。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。またベイブレード。これは1328円で仕入れたものが3倍の3770億円で売れてると。あるいは炊飯ジャー。 こちら31,689円で仕入れたものが59,507円。別な炊飯万五15,230円で仕入れたものが32,014円。またまた別な炊飯万五25,490円で仕入れた炊飯ャーが51,986円。ヘアアイロン。2,469円で仕入れたものが6,867円。ソニーのワイヤレスコントローラー。 8500円で仕入れたものが1万5122円。コピック8849円で仕入れたものが1万4817円。プラモデルのミカサ7708円で仕入れたものが1万4786円。プラモデルのバ,バイクのパーツオートバイイイタリア製オートバイドカティのバイクのパーツ1600円で仕入れたものが9069円。5.7倍ですね。 それから家庭,用ホームス家庭用プラネタリウムのセガホームスター8335円で仕入れたものが14187円お菓子のジャガポックル5990円で仕入れたものが11789円ウイスキーヒビキ4320円で仕入れたものが12359円とまあこのように高く売れる日本商品はいくらでもありますそして 1>, 1日2000億円の売り上げと。これ何かというと、まあ、オーストラリアのね、えーバーゲン、バーゲンシーズンの初日、ね、ボクシングデー明けの、えー、ボックスデーあ、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げが、えー、1日2000億円と、ね。この1日2000億円っていうのは、まあ、日本だと一番大きなデパートは三越セタンホールディングスですけど、そこの年間売り上げが1兆2000億円ですんで、まあ、なんとね、えー 1>, 1億2千万円の1ヶ月、12で割ると1ヶ月1千一千億円。で、1千億円ですから、まあ、2, か2ヶ月分の売り上げ、三越イスタンホールディングス2ヶ月分の売り上げを、なんとオーストラリアのボクシングでの初日の1日だけで売り上げてしまうと。まあ、そんな日本人が考えるより、は、え、る、ー、かに大きなオーストラリア市場、まあ、始まったばかりのアマゾン、ね、3年後の2022年には、 オーストラリア第6位の業者になると予測されていますこれはオーストラリアの経済研究所の予測です。その時の売り上げ予測、7兆8000億円と。これは日本アマゾンの7倍の規模です。ですからね、まあ今は日本アマゾンより全然ちっちゃいんで、今初めて、ねえー、まあライバルは多少増えるでしょうけど、今初めてね、えー、販売してれば、まあ 今の何十倍の規模になるわけですから、まあ、例えばね、と月に10万円儲かるようになったら、まあ、さ例えば30倍に増えてれば300万になるとこれは基上の空論じゃなくておそらくそのぐらいのチャンスがありますそんな魅力的なオーストラリアアマゾンやってみようと思ってるなら今すぐ始めた方がいいです今すぐにオーストラリアアマゾンを始めるべき3つの理由1つ アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者は売れない仕組みになっています。二つ目、アメリカアマゾンでは販売できなくなった商品。アメリカアマゾンでは儲からなくなった商品。これらもオーストラリアアマゾンなら販売できます。儲かります。つまり商品探しが楽です。三つ目、初めの頃は間違いにも寛大。 多めに見てもらいますこれどういうことかというとね、今、アメリカアマゾンで、えー、販売すべきではない、なんかライセンスにね、引っかかるとか、まあ、代理店がうるさいんでね、えー、販売を抑えてるとか、えー、販売するためにブランドを取るか必要な商品、あるいはね、えー、仕入れて、間違えてコーピー商品を売っちゃったとかね、えー、偽物だって言われたとか、新品で送ったのに、えー、途中でね、中古見たくなって中古って言われたとか、まあ、そういう問題があると、大体、 えー、もうアカウントが止まりまりすアメリカの場合はもう何かやったらアカウントが止まります。ただ、オーストラリアの場合は同じことをやっても、その問題のある商品は売れなくなりますけど、まあ、他のおとがめは何もないです。何しろ出品者が少ないんでね、今何かやった人いちいちアカウント止めたら出品者いなくなっちゃいますんで、えーまあ、これは売れないよという通知が来るだけ。売れないから捨てちゃいなさいとかね、えー返品返品あのー、自分のところに商品を戻しなさいという通知が来るだけです。 つまりそういった意味でも商品が探しやすいです。さらに今からオーストラーアマゾンを開始すれば、慣れに従ってどんどん売りやすくなっていきます。これは規模が大きくなっていくということも一つありますし、また、例えば来月の15日、オーストラーアマゾン2回目のプラ,イデプライムデーがあります。これプライムサービスを受けている人には特典があるという日本でも、日本アマゾンでも行っているプライムデーですけど、まあ、当然、 アマゾン大好きという人がね、このキャンペーン、このプライムデーに向けて、アマゾン大好きという人を増やす、ね、キャンペーンを打ちますんで、まあ、去年の1回目のプライムデーの後も、それまでアマゾンあんま売れねえじゃんって言ったのはそこそこ売れるようになったようにね、まあ、今年のプライムデーの後もまた売れるようになっていきます。そしてさらに、ねえー、広告が始まりました。今までね、本当あの、 日本とかアメリカのシステムをね、なんでそのまま持ってかないんだろうと、何らかの理由があって、まあ、オーストラリア独自で開発したんですけど、えー、やっぱ広告ね、始まりました。もうこれ広告、えー、うまく使えると、まあ非常にオーストラリア、アマゾン、えー、儲うけやすいです。まあそういったシステムも導入されました。凡本人でも今すぐ始めれば、大した努力もせずに稼げます。